皆様こんばんは。本日は2020年5月16日、熊本よりお送りいたしております。ご清聴いただき、どうもありがとうございます。ですね、今日は一つブログを書きました。で、そのブログはですね、まあ、また批判的記事の読み方ということで、西村修一ですか。やっぱ顔と口にしないといけないですね。で、まあ、特にですね、名前を覚えるって私も非常に苦手なんですけど、まあ、どんな人でもそうだと思うんですけど、顔は覚えると思うんですよね。だからぜひね、はい、こんばんは。顔を覚えてほしいと。記事があったらね。誰が言ってんだろう。名前はもう無理です、やっぱり。私は無理です。うちにいるね、看護師はみんな優秀で、名前とかをすぐ覚えるんですけど、私どうしても覚えられないんですよ。顔はね、わかるんですけど、まあ、一回会ったことのある顔は、大体誰でも覚えると思うんですけど、名前まではなかなか難しいですよね。でも、この西村修一は、こいつ知ってるみたいな感じで。で、要はこの人何を言ってるかって言ったら、本当はね、実務やってるはずだから詳しいはずなんですけど、やっぱりあれなんだろうね、顔と名前は脳で記憶するところで違います。自分も苦手、まあ、顔を覚えられない人はもうそれは認知症だと思うんですよね。こいつどっかで見たと。俳優にしてもね、どっかで見た、名前は覚えられないにしても、こいつどっかで見たことあると思ったら、あそこだあそこだあそこだってつながると思うんですよ。やっぱ顔、ぜひね、顔写真は検索してでも何でもいいから、まあ大体今はね、まあ今はっていうか、どんな記事でもツイッターでも何でも、橋本とかさ、橋毛とかは口から検体取ってる、だこいつだみたいな感じですよね。で、ちょっとね、さっきまで私 ICU の2004年かなに ICU にいたので、その時の同期の人と話してたんですけど、まあ、その時の話でですね、結局 PCR 検査の話になって、まああんまり必要ないって言ってる人多かったんですけど、私個人的に考えてですね、で結局なんでこんなに拡散するんだって言ったら、拡散する要因は何だって考えたんですよ、その時に。そうするとようやくひらめいてですね、まあ私もいつもそうなんですけど、まあ皆さんの話からいろいろひらめいてですね、自分なりにこうまとめることが多いんですけど、結局いろんな人に感染、ちょっと前にね、イギリスの、唾吐きかけられた駅員がコロナになって死んでたっていうのが流れたの、皆さんご存知だと思うんですけど、これだと思ってですね、これだっていうのはどういうことかというと、要はね、唾に出してる、コロナを唾に出してる人が、いわゆる、なんていうかな、ちょっとすみません、アルコール飲んでるんで、しつこいんですけど、周りにいわゆるスプレッダーじゃないかなと思うんですよね。例えば肺の中にあって痰の中にあってもそんなには拡散しないと思うんですよ。でも唾液の中に入るとものすごく拡散すると思うんですよね。2人吐きかけられてうち死亡でしょ。もう1人どうなったんですか。2人のうち1人かかったのはかかったんですよね。だからその唾液に出してる人間を隔離すればいいんじゃないかなと思ったんですよ。だから唾でみんなを検査していって、偽陰性っていうのは結局取り方の問題でしょ。取り方さえちゃんと取ってればいいわけですよ。偽陽性っていうのはもうまずないからですね、 PCR では。そんなことあるとか言ってる人もいますけど、ちょっと私今回のブログに書きましたけど、そういう PCR 検査をすんなっていう人間はですね、オウム真理教症候群って名付けたんですよ、私。で、それはどういうことかっていうと、オウム真理教症候群っていうのはですね、オウム真理教、まあ私のこのツイキャスを聞いてる方は多分リアルタイムで
知ってると思うんですけど、どういうやつかって言ったら、意外と高学歴の人が騙されてやってましたよね。で、高学歴って頭もいいはずなのに、オウム真理教に騙されて殺人まで犯すと。なんでだろうっていう話があったんですけど、いろいろ考えるんですね。ある最初に数式なり何なりでその辞書を証明されて自分が納得すると、常識ではありえないようなことも信用するっていうのが多分オウム真理教症候群だと思うんですよ、私。そう、勉強のできるバカだから。どっかで飛躍があるんですよ。明らかにおかしいとこあるから、常識では絶対におかしいと分かるんだけど、頭のいい人間はそのステップに間違いが見つけられないと、これは正しいと思うわけですよ。上位は分かってるもんね。青山はバカだもんね。村井は進歩してるから、その3人は違うと思うんだよね。そうじゃなくて、あの医者の免許持ってて何人かあのやってたのがいるでしょ。あの指、何だったかな、ちょっとマス名前忘れちゃったけど、指の指紋取ったりとかさ、林なんちゃらっていうやつだったと思うんですけど、そういうのがそうだと思うんですよね。3月の事件で結果が報道されていないということは何事もなかったと思います。亡くなった女性は呼吸器症候群の進行、何事もかからなかったということですかね。まあとにかくね、要は唾に出してる人を隔離すればいいんじゃないかと思ったんですよ、私は。だから唾を調べると、で唾を集めて、唾を集めるのは、ね、簡単だからですね、自分で集められるから。でそれで PCR をかけて陽性のやつは隔離すると、それで、ね、いいんじゃないかと思うんですよね。わざわざさ、あんなあのドライブスルー的なことを やってね、いろいろ大変なことするより、唾ここに出してくれと言って、あの RNA を固定する媒置を渡してですね、そこに唾を 10cc でも入れさせればですね、いいと思うんだよ。高学歴はほとんど騙されて官僚になったり外交に勤めたり医者になったり、すいません、うん、林郁夫、あ、そうそうそう、林郁夫だよ。そうだと思うんですよ。だから一旦ね、数式が正しいと思っちゃうと、もう PCR 検査しなくていいという風に染まっちゃうんだよね。で常識ではおかしいんですよ、明らかに。どこもしてるから。じゃそういう PCR 検査しなくていいって言ってる人が、海外に向けてね、英語で発信して、それから受け入れられるかっていうことを考えると、もう日本ローカルっていうのは明らかなんだよ。10cc の唾。いや、10cc の唾なんか簡単ですよ。それはね、喉に飲み込まないようにしてやってると簡単に、まあ、10cc もいらんと思いますよ、本当はね。別に 1cc でも 2cc でもいいと思うんですけど、でも唾をそれか、それこそ綿球をね、口の中に入れてそれで吸い取らせてもいいと思うんですよ。だからそこに入ってなければ、そんなに人にうつす能力はないんじゃないかなと思うんですけどね。即死が開けっぱなしでぼーっとして、うん、口開けてたらね、そうそう、唾溜まってくる。だからそこで、そのヨーロッパとか韓国で特に多いのは、韓国語をちょっと勉強した人は分かる、ジュッチャーチャヨーみたいな感じで唾を飛ばす発音が多いですよね。バビブベブっていうか破裂音っていうかね。で日本語は破裂音はあんまりないんですよね、他人の唾さえ気をつける。だからフェイスシールドっていうのはすごく大事だと思うんですね。だから多分今どこの全国そうだと思うんですけど、レジのところにビニールの薄透明なやつが貼ってあるでしょ。あれは唾を飛ばさない、唾をこう遮断する能力があるんですよ。だからあれで貼ってると思うんですよね。声が大きい、うん、あと満員電車で喋ってますもんね。日本人は携帯でベラベラ喋ってるとみんな白い目を見るでしょ。だから静かにしろみたいに書いてあるじゃないですか、どこのあれでも。でみんなもう黙ってこう LINE するぐらいの話でね、わーわー喋ってない。だからそれがね、やっぱり日本の感染がある程度抑えられてる原因じゃないかなと思うんですよね。韓国は確かに唾飛ぶ唾飛びますよね。なんかチュッチュッみたいな感じの発音多いですよね。
東北地方で感染が少ないのも発音のせいだという説がある。ああ、難しいですもんね。鼻濁音みたいな感じでね、あっち抜かすもんね。会社で綿棒取って唾液取って喫煙者か調べるやつがあったんだけど、そういうの時、いや別にさそんなことしなくていいんで、自分でさペットに出してもらえばいいから、自分で自分の唾を触る分には感染するもしないもないからですね。人がこう唾を取ろうとするから感染するんで、人に対してね。スーパーとかビニールシート、 F や TH の発音は唾飛びまくり、唾液の分泌量1日に1リットルから2リットル、すごいな、ゴリネコ先生よく覚えてますね。私血液が4リットルしか覚えてないですけど、唾液って殺菌力が、いや殺菌、菌でしょ、菌力だ、アミラーゼでね殺菌力ありますけど、ウイルスは殺せないと思います。確かに日本の電車で話してる人は少ないです。激音、破裂音だと思いますね。ライブハウス大声だと、そうだと思うんですよ。だから合唱コンクールでものすごく日本でもありましたよね、ママさんコーラスみたいなやつで狭いステージで歌っててほとんど全員がかかったっていうのもあるし、アメリカでもあるんですよ。だからさ、それね、椿で PCR 検査回すようにすればさ、とりあえずそのほら、まあ、コロナのイケメンみたいなね人を抑えればいいわけですからね。自分で綿棒みたいなの取ってジップロックみたいなのを送る、それはあれじゃないですか、親子鑑定じゃないんですか、失礼です。それは多分自分で綿棒みたいに取ったのは口腔内粘膜だと思いますね、細胞。電車で話すのは女子高生とか学生が多いし、学校再開一つの山、それはそうですよね、うん、学校再開はそうだと思います。でもね、やっぱスーパースプレッダーっていう人が いるという話はあるんですけど、コーラス禁止、うん、マスクすればいいと思う。マスクじゃコーラスにならんもんな。だからコンサートは危ないと思うんですよね、やっぱ歌うコンサートはね。透明なあれがあればいいと思うんですけどね。あとはほら野球の応援とかさ、あれ椿飛びまくるでしょ、それすごい問題だと思うんですよ。喫煙禁止の会社なので、それそれね、うん、それはありえます。でも唾液でしょ。もう私もう電車にほとんど乗ってないからですね、知らないんですけど、まあ学生同士は同じ時間に動くからですね、社会人は同じ時間に退社することはあんまりないからですね。学校が再開されるので音楽の授業でさ、ああ感染拡大するよね。マスクしてすればそれでも随分違う。椿は飛ばないからね、唾大きいからですね、合唱コンクールはできんでしょ。そうだと思いますね。どうですか皆さん。だから唾液の検査をするっていう、日本は唾液でやるって言って、唾液の PCR をどんどんかけていけばですね、ある程度スーパースプレッダーを抑えることができれば、まあ勝手に自分でかかってる分にはですね、そんなに影響ないと思うんですよね、唾液に出てない限り。いや、行くから私の仮説なんですけど、スペイン風邪の時の記録映画を見ていたら、唾を吐くな、タバコの吸い殻を捨てるなというポスターが当時アメリカでありました。タバコの吸い殻はそっからあれなんだろうけどね、演劇の役者にマスクをさせるという案があるそうです。演劇として成立するか疑問です。あれならいいんじゃないですか、まだ透明のさ、フェイスシールド。PCR 検査いらないと海外には行っていない、うん。いや、ぜひね、自粛できるならね、とりあえずの私の、お願いとしてはですね、発熱した時に、ある程度のパスができればいいと思うんですよ。だから発熱した時に、熊本で6月1日にできるって言ってるけど、発熱したら近所のお医者さんに言うと PCR 検査を、予約してもらって受けれると、数日内にね。でそれで、陰性か陽性かを見てもらえるっていうことであればね、ある程度動いていいと思うんですよ。だけど今の状態じゃもう医療拒否にあるのは目に見えてるからですね。それまではダメだと思う。スペイン語は飛びまくる。イタリアはハグ文化とイタリア語が破裂音。マスク着用時はかなり熱く感じます。そう。
呼気でかなり体温が逃げてくれると思うので気温が高いと難しいですよね。だからそれはさ、結局飛ばす人がつけてほしいわけよ。私から言うと唾を飛ばす人がマスク、布マスクでもガーゼマスクでも唾がやっぱ少なくなるでしょ。ものすごく激減すると思うんですよ、ガーゼマスクでも。でも吸う方は吸っちゃうからさ、そこ難しいよね、暑くなるとね。岩波新書に感染症に破裂音、有気音、無気音というコラムがありました。日本語は無気音で息を強く出さない。ああ、へえ、やっぱ着目している人いるんだ。フルフェイスのヘルメット、いや、フルフェイスじゃなくて顔だけでいいと思いますよ。発熱腹痛を訴えた感、死産しました。あ、そうね、私もね、ちょっとね、実は一人申し訳ないことをしてですね、発熱の患者をお腹の調子ができなくてね、ちょっとほぼ手遅れになっちゃった人いたんですよね。ちょっと今日反省したんですけどね。フルフェイスだとコンビニに入れない、いや入れない、モスクステリアマスク熱い、うん、暑い中数十分ではきつかったです。夏場はマスクの着用率かなり下がるでしょう。まあでも本気で まずくなってたらみんなすると思いますよ、それは。コンビニとか、あ、フルフェイス外せって言われるの。海外出張の人に非感染症名を出して渡航する許可する案があるそうですが、ビジネスマンだから許可検査をなんか矛盾を感じます、うん、だからそれはもう自費でしょうね。 100% 自費で10万ぐらい取られてもやると思いますよね。それでいいんじゃないでしょうか。無料にするからおかしい。無料は健康診断だから、健康診断としてやればいいんじゃないですか。それは必要だと思います、むしろね。健康診断で3万でいいじゃないですか。だって自動化すれば大したことない。かかりつけのお子さんも持病あるのに、かかりつけ医も見てもらえず重症化して入院になってます。ごめんなさい、私のことです。密閉された空間に黙って多くの人が座っていたら感染しませんか。わかりませんけど、黙って多くの人が座ってたらマスクしてたらあんまかかんない。それだって、あの満員電車じゃん、それってね。満員電車でクラスターが起きてたらここまで止まってはないと思いますね。私、自費ならやってもらえるなら、そういう期間を公表しておける。だから、いや、できるようになると思いますよ、私。それはね、健康診断だから自費でできると。だから それは多分眞子さんが言うのは、今受けれないから言われてると思うんですよね。だから、かかりつけ医に相談したら受けれるようになれば、それはもういらないもんね。海外の話は当然相互、そう。いや、だから、ちょっとこれブログにしようと思って、押川先生という先生が、グリーンランドみたいなやつがあって、そういうことを決めましょうみたいな話があってね。秋にまた流行ったとすると、その前にマスク、消毒液かけてた方がいい。いや、流行りますよね、これはね。一応か、多分6月から流行るよ、これ。申し訳ない。かかりつけ医に普通に見てもらえるようになるまで自粛してた。いや、そうだと思いますよ。で、それは熊本市は6月1日から、いや、本当にできるかどうか知らないけど、PCR 検査センターを作るから、そこで見るって言ってるからですね。そうすると、私もですね、あの発熱の患者がいたら、もうとりあえずそこに紹介するから行けと。で、PCR 陰性なら、もう一回見ますよっていう話にして、ワンクッションあればですね、そんなに心配いらないんですよ。でも、かかってるかかかってない状態じゃ入れられないからですね。だから、その地域の医師会によると思うんですけど、でも医師会もさ、結局専門医集団っていうのは横並びが好きだからですね、あちこちでけん、あの、だってどこの会議も困ってんですよ、本当に。いや、さ、見捨てられる、患者の立場からすれば、あのたらい回しに会うって言ってますけど、たらい回しにしてる方もですね、収入が減ってるわけだから、それは同じなんですよ、立場としては。だからないと困るんです、そういうのがね。で、そういうことだと思う。だから、その、ただそこで全員がね、あのトップの方が PCR 検査しなくていいって言ってたらですね、できないでしょうけど、そんなことはありえないと思うんですよね。今日スーパーで顔の種子を、とりあえず入手。ロサンゼルスは無症状で無料で無条件 PCR、
そうですよね。コリネコさん言われてましたけど、抗体検査するのは、抗体で陽性だろうが陰性だろうが、その次の手段は不要だからやってんじゃないかと言われて、まあ、その通りだと思うんですね、私ね。PCR で陽性なら次の手がいるわけです、隔離がね。だけど、抗体で陽性だろうが陰性だろうが、何もせんでいいからね、どんどんしてると思うんですよね。仙台市は多分あそこはね、知事がおかしいもんね。そうだと思うんですよ。やっぱりね、発熱の時に自分がどうなるかが分かれば、ある程度人は動けると思うんですよね。じゃあ海外旅行は発熱した時にどうなるかって言ったら分かんないでしょ。誰も分かんないんですよ。海外のどこによっても違う。だから海外旅行はできないと思うんですよね。よっぽどじゃないと。だけど国内旅行であれば発熱して、でも国内もね、今は厳しいよね。インフルエンザが冬に入り、コロナは通年流行るというのはどこが違いがある？暑さに対してのウイルスの耐性じゃないですか。つばなら居酒屋超やばい。やばいですよね。だって、つば飛ばしながらさ、口論するのも居酒屋の楽しみというか、人間の楽しみでしょ。興奮しな、お前さ、何言ってんだよみたいな感じで言うと、つば飛びますもんね、今でもね。でも、一回こうやってマイクを通せば、絶対誰にも私の椿は飛ばないからですね。それでみんな安心して見ていられると思うんですけど。でもそれ寂しい。守らないといけないので、それは必要だと思います。医療機関。ガーナで1人から500人集団感染。ああ、そうなんですか。それは椿だと思うな、やっぱこれは。水産工場でしょ。本当かな、これ。16万件ってすごいね。日本は10万ぐらいじゃなかったかな。ガーナに負けてんのかよ。顔の商品まるでなし。ハンドソープよりね、私はやっぱり今日ね、石鹸をおすすめします。で、石鹸をね、空中に浮かすと絶対いいんですよ。で、空中に浮かすやつは、アマゾンに売ってて、1個が800円ぐらいするんですけど、今日は、アリエクスプレスに4月に頼んで、今日来たんですけど、5つでね、1個230円ぐらいで売ってるんですけど、このね、空中に石鹸を浮かすっていうのは、ね、非常にね、いいですよ。乾くからね、ウイルス生きられないし、大体、界面活性剤や石鹸はね、かなり、強力なので、ウイルスはエンベロプを殺すと言われてるんでね、ぜひね、石鹸は売り切れてはないからですね。スナックおよびお年寄り行ってるカラオケ喫茶、やっぱりしばらく無理っていうか、もうやめた方がいいと思いますね。無理だと思います、それ。居酒屋でどうでもいい話、大声出した話は楽しみの一つ。そう、どうでもいい話をさ、酔っ払うとどうでもいい話がね、大事な話に思うんですよね。で、それが楽しいわけですよ、人間。まあ、それはズームに移行してくださいみたいな。なんかフェイスシールド、居酒屋で大分県こう、フェイスシールドはね、反射がひどいんですよね。気持ち悪くなるんだよね、使ってるとね。そういう点ではネット飲み会は安心。居酒屋の椿。だネット飲み会を、まあ好きなママさんかなんかがいるところが、ズームのアカウントを作って募集すればそこそこ集まるかもしれないよね。固形石鹸は残ってます。そう、固形石鹸もね、石鹸置き場に置くからね、みんな嫌がるんですよ。これ空中に置いてみてください。もう世界変わりますから。唾液で感染が広がるなのか、唾液、そうだと思うんですよね。どうですかね、コリネコさん。さっき、ズームで話し合ったんですけど、結局なんで広げるかっていうと、椿で広がるからだと思うんですよね。だから椿に広がっ、まあ、仮にコロナ陽性だけど、椿に出してない人は、多分ほとんど感染させないはずなんですよ。ね。もうちょっとあれだけど、精液を出しても、
精子がほとんど動いてないのと一緒だからほとんど妊娠させないわけだよ、まあ、彼がいくらやろうが大丈夫なんだけど、精液が元気がある人はやったら必ず妊娠、まあその期間によりますけどことだから、そういう人を閉じ込めないといけないでしょ。だから椿に出してる人さえ閉じ込めてしまえばかなり感染減ると思うんですけどね、私はね。自然設計の方がエンベロープ崩すけど、うん、そうそう見ました、私もフェイスフィールド、いやフェイスシールドだけで大丈夫かって言ったら、フェイスシールドはね、あれね、酔っ払ったら外しますよ、全員が。スナックのオンライン飲み会流行りそうな気がする。それはね、ちょっと甘いんですよ、マコさん。なんでかって言ったら、オンライン飲み会って誰でも行けるでしょ。そうすると、近所のおばちゃん、おば、失礼ながら、おばちゃんの飲み会のスナックよりも、なんかめっちゃ言う、まあ分からんね、でもね、立て食う虫も好き好きで、いやいいんじゃないですか、やっぱもうそれこそアイドルがね飲み会やってもいいんじゃないですか、まあ私みたいな感じで、私はアイドルでも何でもないけど、うん、でもそれやっぱりね来てもらうのに比べて全然収益ないと思います。唾液までにウイルスが入ってくる人、ウイルス排出量が多い、いや唾液にウイルスが入るっていうことは拡散能力が強いということだと思いますね、まあ排出量多いということです。芸能人の間質性肺炎わかりませんけど、いや怪しいよね、めっちゃ怪しいよね、私怪しいと思いますね。間質性肺炎多い、間質性肺炎はねめったにない病気で、本来あの私が知ってるのは美空ひばりね、彼女は間質性肺炎、間質性肺炎はものすごく治療が難しくてですね、自己免疫性疾患で、あのステロイドとかね自己免疫剤を使うんですけど、そんなにめちゃくちゃいないからこんなに流行るっていうことは絶対おかしくて、コロナ自体が間質性肺炎の増を示してるんですね。絶対アウトだと思います、私。喉のウイルスが多い、まあ、おしやはね、この人はね、この人と週刊現代でしょ、日刊現代はもういつも安倍はもうあと3日で終わりだとか言ってるからあんまり信用してない、ね、地下アイドルは個別オンライン会話みたいなのやっているようです、 YouTube でもちゃんと、まあ、まあ昔からあるもんね、だってそれはさ、あの要はエッチなことして稼ぐみたいな感じだよね。美空さん関節、あそうですよ、美空ひばりは関節、まあ、調べてください、50いくつだもんね今見ね、 YouTube で美空ひばりってやると いっぱい出てくると思いますけど、川の流れのようにとか あの歌ってるの見たらめっちゃ若いもんね、びっくりすると思いますよ皆さん。イギリスでバスと電車の利用控えるように注意喚起してました、日本は何も言ってないからやばいですね、報道ステーションのスタッフが感染し、アクテムラっていう薬が、まあ、だからねやっぱりに日本と海外で電車の利用とかちょっと違うと思うんですよね、やっぱね喋ってるからね、やっぱ椿だと思うな、出歩きの中でウイルスはどのくらい時間、いや知りません、どのくらい生きられるか、でも 2,3 日はだってプラスチックの上でも 2,3 日生きるっていうか、そこそこかなり生きると思うんですよね。今日もお笑いの方が内臓疾患で急性というニュース、病名がなかった、でもコロナ陰性とか言ってるから、あのそのこの人はどうか知りませんけど、みんな調べてんだなと思うんですよね。ひばりさんもう30年以上、昭和63年から64年ぐらいだもんね、もう30年以上前ですね、確かに。私ね昭和だけはね昭和で覚えてるんですよ、もうそっから先は西暦ね、もう今令和とか言われても令和時代になってもって言われてね、変みたいな感じでね言いますけどね。アメリカでは川崎病が増えていて新型コロナとの関連性が疑われる、うん、あのね、あの川崎病は被爆と関係あるんじゃないかという話があって、私もいろいろ調べるとどう考えてもあの地域によってこう流れがあるらしいけど病原菌ではないって言ってるんで、私被爆関係してものすごくしてると思うんですけど、わかりません。間質性肺炎の人で本当に気の毒のぐらい苦しそうなんだけど、こっちで、ああそうですか、手がだから間質性肺炎って真綿で首を絞められるような感じなんですよね。で私間質性肺炎でね
亡くなった患者さんは直接担当したことがないので知らないんですけど、放射線でも起きますもんね。老いが過去に川崎病院に罹患したことがありますが、コロナにかかった場合に重症化しない、重症化と関係しないかと心配してます。まあ遺伝子的なもんでしょうね。水泳は顔をつけて泳げないです。いや、水泳のプールで泳ぐことはないんじゃないですか。唾液が仮に入ってたとしてもかなり薄まるはずだけど、でも、まあ、怖いわね。水泳は怖いね、確かにね。一人いたらでしょ、唾液の中にね。怖いな、それは確かに。3.11.5にも話題になったから、だから川崎病私も調べたんですよね、被爆の関連でね。で、否定できないという私なりの結論に達しましたけどね。水泳は、ああ塩素入ってるから、次亜塩素酸が入ってるからウイルス死ぬと。ああそうだね、確かに。海が危ないか、海が広いから。確かに、でも塩素があるからすぐ死ぬっていう話かな。まあこういうのをブレインストーミングというと思うんですよね。皆さんの意見を聞いて私なりに考えて結論を出すと。でこれまあ私がメインというか、私しかこのツイキャス喋ってませんけど、でもやっぱり皆さんのコメントでですね、考えていろいろ出てくるんですね。で今日オウム真理教症候群っていう名前をつけた症候群を作ったんですけど、私がね。でそれは何でかって言ったら、今日来られた患者さんが今日出したPCR 検査はね、無症候の人にしては意味ないっていうブログを言われてて、どうもその方のね同級生らしいんですけど、頭がいいはずだと。それなのになんか よくわかんないけど、自分の感覚とは明らかに違う計算がされてると。でなんか違うと絶対に感覚でわかるけど、どこが違うかわからないみたいな話をされてですね。で、ああそうですねって。確かに頭の悪い人は、頭のいい人でね、なんか変なのに引っかかる人いるんですよっていう話をしてたんですよ。だそういうオウム症候群の方がいいんだよ。でもオウム真理教にしないと分かんないもんね。オウム真理教っていうのは、まあこれ聞いてる人は多分全部ご存知だと思うんですけど、かなり頭のいいね、例えば東大の理三卒業して医者になったような人が結構引っかかってんだよね、あそこにね。で最終的に人殺しまでしてるわけですよ。なんでだという話が当時ももう当然話題になってですね、で結局原因分からなかったまんまだと思うんですけど、まあ、コニネコさんご存知かもしれませんけど、で結局要は一回その数式で証明されたね、ちょっと飛躍のあるような、どっかで飛躍してるんですよ明らかに。でもそこは指摘できないわけですよね。だから詐欺師を指摘するには詐欺師以上の頭2つ回りぐらい上じゃないとどこがおかしいかは言えないんですよね。おかしいのは分かると、おかしいのは分かるのは普通の人なんです。でおかしちょっと絶対どっかおかしいけど納得できないのに1つ上で2つ上は、まあ、コロナと先生みたいだったらこれはここがおかしいって指摘できてみんな納得するっていう感じなんですよね。でちょっと頭が良かったりするとなんかおかしい気はするけど、あそれは自分がおかしいんだみたいな感じでもう没頭しちゃうと、その後はもう批判で受け入れるわけですよ。そういうのをオウム真理教症候群だと私は名付けたんですよね。自分の頭で考えたらね、そっち行っちゃうんだよ、オウム真理教症候群に。そうじゃなくて、いわゆる自分の常識ね、一般常識、感情とかで相入れないものを数式で証明されたからといって無批判で受け入れるなっていうことだと思うんですよね。自分の頭じゃ考えてるんですよ、オウム真理教の人頭いいから。でもそれダメだ、騙されるね。
カルトこ、うん、言うだけで片付けられない。ああいう人が騙されてなんとかしようってたくさん作って、当時不思議、そう今も不思議ですけどね、うん、じゃないとサリンは製造できないかも、洗脳プログラムから逃げられない。そうなんだよ、洗脳プログラム作ってる人はその騙される人ね、なんかおかしいと思う人、指摘されるできる人のさらに上にいるからですね。だ多分洗脳プログラム作った人は、まあ、言っちゃなんですけど、コロラド先生よりはるかに頭のいい人だと思うんですよね。6334世を経験できる人は16年間の懲役を送れる人、6336年世を医学部とかは懲役18年に足れる。そうそう、コロナも PCR は医療崩壊するという初期の説から未だに、そうだから、そういう人はね、ああなたオウム真理教症候群ですねって言ってやればいいんだよね。そういう端的な言葉が、誰でも分かる端的な言葉がないからですね、一生懸命反論しようとするけど、ああんたオウム真理教症候群だから話しても無駄ですねって、私のことも通用しませんねって言ってあげてください皆さん。私は学生時代わざわざオウムの集会に行って、なんでみんな騙されてるんですかとかやってました。殺されないでよかった。本当ですね、殺されますよそれ。そもそもあの不潔っぽい朝原に浸水、いやあのね、もう今ないかな、彼はね、朝原はね、たけし騙してますよ実は。たけし騙されてるよ本当。ちょっと探してみます。ビートたけし、彼帯電してんだよ実は。でね、ぜひね、なんとかしたいって言っててですね、ちょっとビートたけし、あら、まあちょっとツイートしておきましょう。熊本なら朝原の噂とか入ってきますけど、来ないですね。八代の人らしいけどね、私熊本 の出身じゃないからですね。洗脳する方は必ずしも高学歴ではない、教育ですね。いや、洗脳する方はそうなんだけど、高学歴のやつがいるんだよ絶対に。あの絶対言いますよそれはね、ボスじゃないけど。朝原ですね、文字、あそうね、強者すぎる。そうね、対談とかしてるんですよ。私ちょっと見てください、これ朝原のね、朝原も対談してましたよ、ね、得意そうに。そうそう、でね、ぜひね、またね、竹下恵子がいたと思うんですよね。まあちょっと紹介しましたから、92年で竹下信用してたもんね。指導者に帰依する、今は誰が指導者、それいないと思うんですよね。 YouTube でもテレビ映像ありませんでした。タクシーの番組出てた、弟子が朝原用のでっかい座布団用意してそこに座ってました。中澤慎一、知らん。朝原美人の取り巻きが多くてそれだけとってもそうでしょう。だから日本、あのさ、頭のいい人には理論を用意して、ちょっと、まあ、失礼ながら俗物の方には美人を用意してたんだよね。結構みんな美人だったもんね。確かに美人だった。同じ番組で幸福の予約も呼んだんですが、そちらの教祖さんはキャンセルしてました。いや、結構ね、あの私が今ちょっと紹介したやつを後で読んでいただける、見ていただければいいですけど、意外とまともなこと言ってんだよ、朝原ね。オウムについては友人がなんであんな変なおっさんに女の子が集まっているんだとやきもちを焼いていた。まあだからね、まあ女性の方は分かんないかもしれないけど、男性のかなり大半の目的は綺麗な女性と仲良くなるっていうのが目的だからですね。1991年テレビ宅、うん、朝原、朝生にも出ていたし、大学の学園祭、あ、朝生出てたの知らんね。モスクワ放送から流れてきた時に驚きました。ソビエトもそこまで落ちるかって、ああそれ知らないですね。
幸せですか、はい、もっと幸せになりたいと思いませんか、はい、幸せですか、いいえ、なら応診します。うまいよね。目が見えてた説はあります。美人、うん、選挙で負けてからですね、朝原がおかしくなった。あの、私ね、大学生の時に朝原彰晃が出てた選挙のやつは、ま、あの渋谷で見たことあるんですよね。で、かぶり物かぶってて、なんだこいつらと思った記憶あるんですよね。テレビの話で特に気がつく知人。いや、ネットバイトに叩かれたらね、反論しないことですよね。ミュートすると、ミュートだけでいいの。最高ですかって呼びかけやすい、うん、選挙、うん、みんなよく知ってますね。そうそう、そういえばヘリまで買い付けしてた。だって拳銃も作ってたもんね。京都にマハポーシャというオウムの真理教があって、日本橋の PC ショップ、良心的な、いや、秋葉原にもあったんでしょ、私学生時代ね。で、マハポーシャ安いとか言って、なんだこいつらと思ったら、後でオウム真理教って気づいたんですけど、あのショップに見たことありますよ。元はオウム新鮮の会ではなかったでしょうか、ヨガとか、うん、私が見たのは朝まで生テレビの方でした。統一教会もあれだけ言われてまだ健在、健在ですよね。やっぱね、人間そんなとこあると思うんですよね。麻薬だもんね、もう切れないんですよ。証拠証拠、朝ある証拠の歌って言った選挙活動、そう、修行するとするぞを真似て、仕事するとするぞって上司が言ってたら、攻撃だ、学歴だから騙されると思うことが多いですよ。学歴だけの人結構いますね。だ、そういう人は私オウム真理教症候群と作ったんですよね。人件費ゼロの魔法ポーション、そう、全部お金くれますからね。オウムは弁当屋さんもやってた。私がね、記憶あるのは東電辞める前なんですけど、1995年なんですよ、オウム真理教のサリン事件が。で、当時ね、サリン事件が起きた後ね、例えばね、あの冊子を配ってるんですよ、地下鉄の出口で。で、サリン事件はなかった、これは多分事件だみたいな話があって、サリンと多分がいかに違うかみたいなこと書いてあったりとかですね、冊子でね。あの当時のやつを持ってればね、今結構一流の資料だと思うんですけど、そういうのしょっちゅうもらってましたもんね。私も選挙の宣伝官でガネーシャ帽をかぶった女の子たちが踊ってるのを見ました。子供たちに風船配ってた。安いけど謎のお経がインストール。ああ、そうなんですか。マハポーシャの PC お経がインストールされて、ワープかなんかですか、 MP3。 初期は割とコメディみたいに見てました。サリン事件まで起こすとは思います。そうでしょう、舐めてると痛い目に遭うよね。今は新しい宗教にいる若者は激減したように思いましたが、どうでしょう。いや、このコロナでね、いっぱい出ますよ。絶対騙されるやついるよ。オウム真理教症候群に陥りそうな人いっぱいいるでしょ。大学の講師は第7サティアンとかいうのが流行ってた。そうそう、実はね、あの、確かね、原子力も東電の原子力が7階にあったんですよ。だから第7サティアンって我々言ってました。我々って言ったら失礼ですけど、私言ってましたね。もともとミュークはブロックしました。しかしきつく言い返してました。今先生の方が言い返した。いや、フテニアさん危ないですよ。こうやって私の言うことにいちいちね、素直に返す人は一番オウム真理教症候群に陥りやすい人ですから、気をつけてください。確かに中距離に走る学生ってあまり聞きませんね。そういう層が振り込め詐欺の浮き子になったりするんでしょうか。儲かるぞ。今はね、ある程度あれだけど、こうやって不安になったりするとね、絶対引っかかるやついると思うんですよね。で、しかも頭のいいやつは引っかかるんだよね。頭が悪いっていうか、そういういろいろ考えられる人はね、人に聞いたりして、あんまり変な道行かないんですけど、頭がいいと思ってる人ほど人の言うことを聞かないから変なとこ行っちゃうと思うんですよね。
それ怖いです。夏の今日インストラスタートアップに入ってたりしてね。買ってみりゃよかったな。私も結構安かった、いや結構安いけどそこまで安くはなかったんでね。直輸入の方が安かったんでね。最後は大金持って逮捕された記憶が下脱したら、うん、石原の息子が事故後の福島原発をサティアと言ってました。言ってたね。うちの娘とかは完全にお笑いのネタにしちゃってますが、いやそれはね知らないからですよ怖さ。いざまあだってさ、あの今なら分かると思うんですけど、なんで日本がさアメリカと戦争して勝つ気になったのバカじゃないのとかね、大本営信用してたのバカじゃないのとかって思うと思うんですけど、今ね笑えないでしょ全然。患者増えてても減ってるって言ったりとかさ、でに日本だけ別のことやっても素晴らしいとか言ってるわけですからね。自分が学生80年後半90年前半は先輩とか同級生が学会員とかでしたね。サリンの当日の日比谷線に20分後ぐらいに乗る予定で命拾いしました。直後はサリンと毒ガスのことさ、あの私ね実はね丸の内線に乗ってたんですよ当時で。霞が関はね通過してました。で確か8時10分ぐらいに事件が起きて、私が乗ってたのは8時20分ぐらいなんですって、10分ぐらいしかないんですけど、止めてなかったもんね当時ね。オウム事件をモデルにした長谷清舟さんの小説地獄煉獄の使徒が面白かったです。警察もオウムに協力していたようなストーリーでした。あーそうですか。原子力緊急事態宣言を解除する状況なんですが、福島が普通になってからですよね。高学歴なのに騙されたとマスコミよく取り上げるけど、疑うことを知らないもう大学まで来た人結構多かったような気がしますね。確かに、うん、そうだと思いますね。だからね証明されたら信用するんだよね。なんでいやそうおかしいんじゃんみたいな感じのね。私何だったかな、あの東電にいた時に定期預金と普通預金のどっちがいいかっていう話をした時に、いやそれは定額貯金にして途中で解約した方が安い、まあ、当時 5% ぐらいだったから、ね、いう話をしたら、いや計算上こうだって言っていろいろ計算書いた人いたけど、いや計算間違ってるわけ結局。だけど計算が式が自分は正しいと思ってるから信用しちゃうんですよ。常識じゃ明らかにありえないのにそれ信用するっていうのはやっぱ高学歴な頭の悪いやつですよね。高学歴の余裕のない人間が騙されるんだと思うんですね。だからそれがオウム真理教証拠群と。石原の息子はオウム真理教証拠。オレオレ詐欺引っかかりやすいね。あの私の母親はですねうるさいんですよ本当に。一回ねオレオレ詐欺がかかってきたことあるらしいんですよね。俺だけど今なんとかかんとかって言ったらあんたどうねって食事してるねとかなんとかどうねとかいろいろこう質問しちゃってもういいとか言って切られたとか言ってましたからね。それ大事だなと思ってね思いますよ。統一教会潜入やって友人の離脱成功してから下宿に1ヶ月張られて親戚の家に2人で住んでました。だいたいまあその統一教会がどうか知りませんけど自宅の前にうんこをやられたりするらしいですもんね嫌がらせ。あとはモルモン教の宣教師が聖書を道端で貸してくれるのに遭遇するくらい学生時代。NHK から国民の党を守る立花隆が一昨日上祐武とするでしょうね。今の政権はオウムっぽい、うん、どうかな。オウムはそんなに頭良くないぞ今の政権は。オウムほど頭良くない。オウムは防衛省のコンピューターのプログラミングも請け負ったりして、だってあの放射能に関してもねオウム真理教なんか書いてて当時見たんですけど意外と正しいこと書いてんだよね。先生は一人でも生きられるように生きてくる人付き合いもうまく逃げられるか的確にして安心しました。いや尾身先生頑張れやからがだからそれはオウム真理教症候群だねあんたらみたいな言ってください。オウム症候群、オウム症候群の方がいいかな。オウム症候群
心理学や精神学、当時はオウムよりトランスメディエーションの方、知らないけど、空中浮遊で浮かれて感性だから、そうおかしいんだけど、そこ騙されると最後まで全部いっちゃうんだよね。途中ストップがない、ストッパーがないからね。最近コロ日本はコロナ対策うまくなかったが、感染者や死亡者は少ないという基地が出始めて本当かなと感じています。雑誌ムー好きな人はそうね、紙一重タイプ。バブルの時のお金持ちは一族老頭の名義を総動員して郵便局の定額貯金してます。 8% ぐらいだったからね、2倍ぐらいになりましたもんね。いかに亡くなる人が減るように、お仕事が一人で生きてる部分を吐きつく、わからん、頭がよく何かに迷っているところに近寄ってきたのでしょう。やっぱ頭良くてもね、幸せになれないからですね。だから李さんに4人の息子を通した母親の話ありましたけど、アホかと思いますね。まあ、医者になってる人なら誰でもわかると思うんですけど、医者になったらみんな一緒なんですよ。それより東大の李さん通って医者になったらね、もう大変だから。それいや本当に頭良くてあれならいいけど、ようやく入った人でやったら大変だから、いいこと一つもないですよ本当に。ゆるい対策でも死者が少ない日本の不思議とか変な用意書が記事が多いですよね。だって調べてないからね。オウム社がかわいそうでした。オウム社のオウムはさ、あの抵抗のオウムでしょ。エクトプラズマっていうのもありました、うん、さっきツイッターで日本はコロナ対策が早かったから死亡者が少ないと誰かが書いてる。早くないでしょ全然。頭がいいと幸せかっていうのはアルジャーノンに放った。これ見たな、映画でしょ。映画にもなってますよね。読んでいろいろ、いや頭がいいのに幸せじゃないですよ。むしろ節は合わせだと思いますね。いろいろ考えるからね。李さんママはあのママの言う通りに子供がそうしたかったから成功した。いやーかわいそうだよね。私子供に同情しますね。いや李さん通るまでいいと思うし、医者になるまではなんとかなったかもしれないけど、その後のね、後が大変だもんね。アメリカにでも行けばいいけど。っていうかさ、李さんに通ったのが幸せかって、そんなこと全然ないわけだよね。今はコロナビールがただかわいそうなことになってます。東大も無理して頑張って入るとか、いやそうですよね。私1984年に東大に入ったんですけど、その時のね全然覚えてないんですけど、学長かな、多分学長なんでしょう。武道館で入学式があった時に、東大の李さんは確かに日本一難しい学科だと。でそれを目標にしてきた人はもう今やめてくれと、退学してくれと。で君らは合格したけど、もう一回テストしたら半分は落ちると。そんなのは何の意味もないんだみたいな話をね したんですよ。私の記憶残ってるの、もうそれ以外何も残ってないんですけど、そうだと思うんですよ。確かに半分はね、上位のね、まあ半分は2回テストしても通る人でも、残り半分は入れ替わる人なんですよ。だから李さんにとっても大したことないと。で李さんにとったから通って俺は偉いと思ったら、もうそこでやめてくれみたいな話をしてて、今にしてみると、あそうだなと思うんですよね。小説です、元はアルジャーノン。でも映画にもなってる、見た記憶あるな。武漢を除く東アジアとオセアニア人も比べて特に少ないわけではない。李さんに入っても李さんはね、シンフリではですね、基本的には李さんに行ける、医学部に行けるんですよね。なんか一人行けなかったのがあったけど、基本的には行けるんですよ。全国模試で常に100倍なら李さん入れると思うけど、1000倍になるなら国立の医学部は楽勝だし、
1000倍以内で普通に私立の医学部に入る。1万倍以内、そうそう、そこはやっぱり1000倍と1万倍は親の金の差ですね。だからそこに行ったから幸せじゃないわけですからね。ガスキークのコロナも大変。でもね、理三に入った人を、私寸大の理三アルファというところにいたんで、そうね、ちょっと知ってるを含めたら10人以上は理三のアルファ、理三に通ってるんですよ、東大のね。でね、通った人はなんで落ちたのか分かんない人もいるし、でなんかみんなすごいね親切だった記憶があるんですよ。お前受けさせ通さんぞみたいな感じじゃなくて、一緒に通ろうよみたいな感じがあってですね、あれはやっぱり、あ、本当にできる人はこうなんだと思ってね、勉強させられて、ものすごい余裕あるんだよね。女の子と遊んだりとかさ、宮崎から出てきた高校生に思いもつかないこと平気でやるようなね人がいっぱいいて、で絶対できる人でもやっぱり落ちて理三に2年目に通って、結局今どうしてるか分かんないんですけどね。東大なんて全く関係ない、いや関係なきゃなくていいんですよ。あ、コロナのストーブあるな、私コロナじゃなかった、私のは豊臣のストーブでした。大学院の学歴ロンダリングの人がすごいこだわり持ってる気がします。そうですね、大学院でね、いいのを入れようとしますよね。いいんです、あのね、やっぱり自分の能力に合ったところに行くのが人間一番幸せなんですよ。無理していいとこ行く必要はない、全然ね。進化とコロナで車イメージ結構もうアラフォー以上だな。地下鉄サリン事件の経験があっても、この新型コロナウイルスの確認、何があっても通勤電車揺れる前に政府は何もしてくる、まあしょうがないよね、日本はね。政府に頼ってダメですよ、個人個人が動かないと。理三クラスは友達に物理や科学の面白さを解いてうまく診療変更させるという記事を、いや理三クラスって寸大のですか、もう今は知らないけど、まあいろんなやつがいるからですね。ちょい止めの方が良いとも聞きますジャガー横田の夫、ああ。いや医者の世界でね、学歴ロンダリングはほとんど意味ないんじゃないですかね。医者の世界はね、結局医師免許持ってるかどうかだけだから、どこか卒業してるって言われて、まあそれは大学の医局によっては関係するかもしれませんけど、そっから先は実力だからですね。医師免許あればどこでも一緒ですよ、そんなの。潰れてなきゃいい感じ、東大もねやっぱりね厳しいんでしょうね。中にいっぱい、例えばスターバックスとかさ入ってましたもんね。私が東大にいた頃と全然違ってましたもん、雰囲気。同級生の口コミそう、私もねやっぱりかなり評判悪かったみたいで、ボロクソ言われてですね、で研修先の病院から、いやとんでもないやつが来るかと思ったらそうでもなかったねみたいなことを言われてですね、後であいつらあんなこと言ってたのかよと後で分かったんですけどね、
結局優秀な人が集まる、そこはそこでの序列。あ、それはありますね。優秀な人が集まると、でね、それテストはしないんですけど、社会人になるとね。そうすると、だけどやっぱりバカな人は話すとバカで分かるから、そう厳しいですよ、やっぱりね。そんなとこ行かなくていいと、行ってもいいことないから。そんなに大学構内にコンビニできてね、違和感ありました、最近。あ、そうそう、ありましたね、コンビニもね。セブンイレブンあったかどうかは忘れたけど、ファミリーマートかローソンあったし、もうスターバックスはあるしですね、なんだっけ、サブウェイかなんかもあったりしましたもんね。そう、優秀な人が集まれば、そこでの序列っていうのが、例えば電通の中の自殺した東大生がいたでしょう。そういう世界ですよね。東大グッズ売り場もあります。ありましたね、びっくりしました。私、東大清酒からね、クッキーからボールペンまで全部売ってたもんね。私がいた頃は湯飲み茶碗がせいぜいだったんですけどね。ひいひいって医学部に行って海外で論文頑張って、気がつけばウェドクターになってる人いますね。だいたい日本人差別になってたと言った。そんな頑張らなくていいから。いや、それは好きな人はいいですけど、暮らせればいいじゃん。まあ、だから、ね、たるを知るんですかね。モーニングショーのリチャード・カシンスキー氏はその後全然、あ、知らないな、それ。地方の実家に帰るときに買っていくグッズ、国会のグッズみたいな。あ、そうですよね。湯飲み茶碗ね。もうほとんどなくて、私がね、東大に行ってたのは、もう今から30年以上前なんですけど、お土産なくてですね。で、仕方なしに、湯飲みとかもう喜ばんだろうと思いながら買ったら、結構喜んで使ってくれてたみたいで、もうなくなりましたけど、親父もね。でも一番覚えてるのは卒業証書をもらうでしょ。で、普通の大学は卒業証書入れてあるじゃないですか、筒っぽね。あれ無料でくれると思うんですけど、東大の、あ、1時間過ぎちゃった。東大の時はですね、売店で買えって言われて、で、東京大学って書いてあるね、筒っぽが350円ぐらいで売ってたんで、それ買って中に今入れてるんですけど、マジかよと思いましたね。土日は結構観光客に来てますね。電通とか東大でだけだと厳しいですよね。親がどうこうは、それは就職の時関係して遊んでる人間はいますけど、結局実力ですよ、実力。そのキャラクターに染まれるか、あと能力があるかね。まあ能力あるかが一番だと思うんです。東大に行ったからって能力あるわけじゃ全然ないからですね。その電通的能力ですよ、その会社に適した。それがなかったんだと思うんですよ、みのりさんっていう人はね。頭も良くて美人だし、何でもできるけど、電通に適した能力はなかったから、いじめられて結局自殺になっちゃったと思うんですよね。そう、そういう世界に向いてる人いますもんね。羨ましいなと思いますけど。いや、だからね、結局ね、まあ、何が言いたいかって、頭良し悪しはみんな人それぞれありますけど、その自分に合ったところに行けばそれでいいんですよね。それは贅沢はできないかもしれないけど、そこそこやれればいいと思う。そこでやると。電通の営業組は来ねえ命。東大卒の東大事務職員、それ、まあ、東大事務職員が悪いとは言いませんけど。うちの大学は四角い証書ハサミでしたが別売りです。あ、別売りですか。熊大はもらえたな。いいんです。だからね、人を羨むなと思いますね。で、自分の能力ね、分かんないね、やっぱ人生はね。宮迫さんっているでしょ。で、彼はテレビバッシング受けて、
結局仕方なしに YouTube に行って、今成功者ですもんね、テレビ自体がこうなってるから。だからそのまあ昔から言われるけど、人間万事最後が馬ですね。一時期の不幸悲しむなと、それはもしかしたら変わって良くなるかもしれないということだと思うんですよ私ね。電通はね、あのやっぱすごい会社ですよ。不夜城という言われるね会社でね、そこまで悪いと言ったらいかんと思うんですよね。やっぱそれはそれなりに努力してると、普通の人だからね。安倍さんは血統だけですから、血統で頭悪いからあそこまでいけてる、会わなきゃやめてどんどん変わっていく社会、行く先はこん、うん、そうそう、宮迫さんの YouTube にレベルの高さに驚きました。あ、そうですか。このコロナも後でプラスになればいい。アメリカの流通大手、あ、JC ペニーね。レナウも倒産しちゃったもんね、だってね。演技うまい。あ、いいんじゃないですか。だからまあ結局さ、人間万事、最後、僕はまあ知ってると思いますけど、ぜひね、あの知らない方は、本当の逸話を見てほしいな。安倍さんなんかもう能力なくてさ、血筋だけで来てるからね、本人ものすごいきついと思うんですよね。秋山電通は電通だったね、確かに。だから周りに乗らされていってるから、自分で動いてないからどうしようもないんだと思うんだよね。もう私1時間以上話したことないんですけど、辞めたくても辞めれない、うん、結局人に推薦されてやるとね、自分じゃ決められないんだよね、うん、こべる子、こべる子、うん、彼は満州、やっぱ満州のねことをねちょっと調べるとね、いろいろ分かってくると思いますよ、今の日本の現状がね。電通も満州と関係してますもんね、実はね。でまあその辺まで行ったのは結局原発事故からですかね。コベルコ、神戸製鋼、神戸製鋼人気、評判悪いもんね昔から。でもね、安倍はね、なんであれかって言ったら下関住んでないんだよ。だから首相がその故郷に錦を飾るって言っても、同級生ゼロなんですよね下関。彼は全部東京の学校行ってるから、だからまあ子供いなくてよかったとは思うんですけど、でも彼はそういう人なんですよ。昔から住んでるその長老と言われるかさ、人の言うこと聞かざるを得ないんですよ。だって全然地元に地盤がないからね。まあいや政治学を履修しても、まあ大学で勉強なんてみんなしてないわけだからね、どうでもいいと私は思うんですけど、うん、下関に住んでないので毎年必ず墓参りとしてルーツと支援をアピール。そうなんです。だけど結局同級生がゼロだからダメなんだよね、寝なし草なんですよ彼は。だからそこがやっぱものすごく怖いと思うんですよ本人がね。だってさ、同年代の同級生いないわけですからね。頭は悪い。でも身長と顔がいいからいいんだよ。うん、情がないね。うん、生活感覚。なんか喋ってても情けない。まあでもそんな人ばっかり。あ、キッシュ。あのね、ちょっと2、3日前にして、私、確か、その、里見、はじめだっけ？忘れちゃった。の
小説を出してるからですね、ぜひ読んだら結構分かってきました。山口には首相の弟がいる、ケチって火炎瓶分からん弟、もうその辺知りませんね、あんまり興味ないからね。彼も辛いんですよ、やっぱりね。2代目、3代目、4代目ぐらいだからね。頭もないしさ。安倍ちゃん、家計さん。で、家計と安倍はね、親父が一緒じゃないかっちゅう話があって、確かに顔似てるもんね。で、2人で会ったことないとかね。もうふざけたこと、もう今電話だって何だってあるの、2人で会ったことないから。知りませんみたいな言い訳が通用すると思ってる時点がおかしいよね。大体パーティーがあって仲良かったらみんな話すでしょ、個人的にね。まあいいでしょ、いいでしょってあんまり良くないですけど、まとまりませんけど、まあ、要はですね、オウム真理教証拠群と言ってやれという話です。今回、今日のまとめは、頭がちょっと良くて、数式をひけらかして常識に通用しないことを言う人間にはオウム真理教証拠群ですねと、ご愁傷様と言ってあげて、あとはもうミュートなりなんなりして反論しないということが非常に大事だと思います。どうもご清聴ありがとうございました。